どうも。ゆうくん、新しく帰ってきたよ。おい。なんか、今日、すごい泣いて、登園したらしいです。ギャン泣き。うん、なんか先生もね、連絡来るんですけど。朝泣いて、登園のゆずくん。お友達の頭を撫でたり、ギュッとハグしたりしていました。だんだんと元気を取り戻して、外遊びをする頃には、すっかりパワーも全開でした。休み明けの日はいろいろありますよね。休み明けです。3連休だと。よくありますよね。うん、よくあるんですよ。泣いて登園は。もう日常茶飯事。で、よくあるのが、泣いてるからといって、なかなかお母さん、お父さん、離れられない。これが一番ダメですね。ね、もうね、先生にバーンと置いて行っちゃえばいいんですよ。ね、お願いしまーす。それをね、はぁ、かわいそう、どうしよう、泣いてる。離れられないわ。ずーっと泣いてます、これ。ね、そうじゃなくて、もうドン、もうお願いします。預けていくと、もう子供なんて、もう2、3分も経れば、もう泣き止んで、すぐ遊べますんで。そんなもんすよ、子供は。だからね、彼も、きっと泣いてたでしょ、今日は。ね。そして今日はね、おばあちゃんが送ってくれました。のぞくに。おばあちゃん。パン先生、お願いしまーす。これで OK。よずくんおばあちゃん。大正解です。ね。だから、登園で泣いて、あ、かわいそうだわって思う。お父さんお母さん大丈夫です。ちゃんと先生たちがいますんで置いていってくださいお願いします。あ、泣いていったのかけどゆずちゃんかわいそう泣いていったの。そうか、まあ、そういう日もあるよかわいそう